歌い、もう不動に出たい、富澤ひばり、エルサ王者。ということで勝利で飾りたかったのですが、引き分けという形になってしまい、非常に残念に思っています。試合終了間際の失点ということで、チームとして甘さを見せてしまったところがあるので、今週1週間準備して、来週は必ず勝利を収められるようにチーム一丸となって準備していきたいと思います。来週は、本田戦ということで、ここ数年勝利したことがないチームなので、しっかりとチームで勝利を目指して戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。